ワンピー側チャンピオン旬、ツーピー側チャレンジャーエルレイ。この試合どうでしょう。そうですね、ワンピー側のプレイヤーですが高段位のプレイヤーですから期待が高まりますね。そうですか。投げ抜けはない。エツが再撃、投げ抜けからサイドに回り込む。これは抜けられなかった。ジャストフェイスロック、アセンデンボクソー。エツが再撃、ハンマー。これは空振りか。決まった。セットカウントは1対0。シュン、まずは1本先取。このままもう1本取っていきたいところ。ファイト2、レディー。クリーンラウンドが始まりました。またヒットした。推薦用意、横投げ、受け身を取った。そこから投げ打つ。ここで KO。 セットカウントは1対1。エルグレイズ1本取って追いついた。この後が重要ですね。第3ラウンドスタート。投げが失敗。ここで投げる。推薦料理、ミドルキック、アセンデンボクソー。投げていく。いざ叩きつけた。決まった。セットカウントは2対1。シーソーゲームだ。一気に勝負を決めたいでしょうね。第4ラウンドスタート。叩きつけた。ピー、ワイライトブランツきっちりまとめた。うわ、チャンス。いいですよ。さあどうする。様子を見てるのでしょうか。どうしたんだ。叩きつけた。D を挟んでトワイライトブラー、畳みかける。すげえ。シュン、ピンチ。どうした。両者手が出ないか。シュン、残り体力は勝負あり。セットカウントは2対2。エルグレイ一本取って追いついた。最終ラウンドまでもつれ込みましたね。レディー。第5ラウンドスタート。届かない。勝負、最大ダメージに近い。叩きつけた。エルブレイズ一気に畳みかける。投げていく。特命ガード、膝強引。どうした。これはどうしたことか。距離を取った。ここからどうする。どうなんだ。KO。 ギリギリの勝負でした。見応えのある一戦でした。シュン、勝利しました。お主油断したじゃろう。